こんばんは。かっこいいギタリスト竹下敦史です。昨日からね、こちらの、ポリチューンの、チューナーがどうしても見つからなくて、探しておりましたが、私のテーブルの目の前に、置いてありました。いろんなとこ探したんですけどね、見つからなくて、まさかね、自分の目の前に置いてあるとは気づきもしませんでした。こういうのは不思議なもんですね。大切なものっていうのはね、意外とすぐ目の前にあったりします。いろんなとこ探したんですけどね、どうしても見つからなくて、今夜中にふと目が覚めまして、ポール・ギルバートさんの、譜面を映しまして、それを家内に送りました。で、帰ってきて、お茶を飲んでおりまして、ふと目の前を見たところ、この白いね、ポリチューンのチューナーがありまして、不思議なもんですね。大切なものってのはね、失うのは簡単なんですけど、見つけるのは難しい。でも本当にそれを必要としていれば、見つかるんですよね。何でしょう、いろんなことに通じるのかもしれませんね。もう2時11分ですね。そろそろ私も休みたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。かっこいいギタリスト竹下敦史でした。